は木星星星星ののの第一衛衛衛でででああるるるつのガリレオ衛星の中で最も内側を光転する衛星である太陽系の衛星の中で4番目に大きく、また最も高密度の衛星である。太陽系の中で最も水を含む割合が少ない天体でもある。1610年に発見され、ギリシア神話に登場する女神ーにちなんで命名された。 イオには400個を超える火山があり、太陽系内で最も地質学的に活発な天体である。この極端な地質活動は木星と他のガリレオ衛星であるエウロパ、ガニメデとの重力相互作用に伴うイオ内部での潮汐加熱の結果である。いくつかの火山はイオートに酸化王の噴煙を発生させており、その高さは表面から5 0 0トルにも達する。 イオの表面には100以上の山も見られ、イオの岩石近くの底部における圧縮によって持ち上げられ形成されたと考えられる。これらのうちいくつかはエベレストよりも高い。大部分が水の氷からなる、大部分の太陽系遠方の衛星とは異なり、イオの主成分は岩石であり、溶けた鉄もしくは硫化鉄の核を岩石が取り囲んだ構造をしている。 イオの表面の大部分はイオとに酸化硫の霜で覆われた広い平原からなっている。イオの火山活動は表面の独特の特徴を生み出している。イオの火山噴出物と溶岩流は表面の様相を大きく変化させ、木、赤、白、黒と緑の微妙な色彩で彩っている。これらの多くはイオの同素体とイオ化合物からなっている。また、 長さが 500km 以上にも及ぶ多数の溶岩流が表面に見られる。この火山活動によって生成される物質が、イオの薄く不完全な大気と木星の磁気圏を作り上げている。イオの火山噴出物は、木星の周りの大きなプラズマトーラスを形成している。イオは17世紀と18世紀における天文学の発展において大きな役割を果たした。 イオは1610年1月にガリレオ・ガリレイによって他のガリレオ衛星と共に発見された。この発見は地動説を後押しし、ケプラの法則の発展につながり、さらにはオーレレーマーによる高速度の初めての具体的な測定にもつながった。地球からは19世紀後半から20世紀初頭にかけてはイオは点として観測されていたにとどまったが、 その後は暗い赤い極域や明るい赤道領域などの大規模な表面の特徴が分解できるようになった。1979年にはボイジャー計画によって2つの探査機による観測が行われ、多数の火山活動や大きな山、明確な衝突クレーターが見られない若い表面など、地質学的に活発な姿が明らかになった。 ガリレオ探査機は1990年代と2000年代初頭に数回の近接フライバイを行い、イオの内部構造と表面組成に関するデータを取得している。これらの探査機は、イオと木星の実機圏の関連も明らかにし、イオの軌道を中心とする高エネルギーの放射線体の存在も発見した。イオは1日あたり36シーベルトもの電離放射線を受けている。 その後、2000年には、探査機カッシーに2007年には、冥王星探査機ニューホライズンズ、2017年以降は、ジュノーによる、さらなる観測が行われ、並行して、地上望遠鏡やハップル宇宙望遠鏡による、観測も行われている。イオの発見者であるガリレオ・ガリレイイオは、1610年1月7日に、ガリレオ・ガリレイが、パドバ大学において、 ガリレオ式望遠鏡を用いて発見した。しかしその観測では望遠鏡の性能不足のためガリレオはイオとエウロパを区別することができず、両者は一つの交点として記録された。ガリレオがイオとエウロパを別々の天体として観測したのは翌日の1610年1月8日のことであり、この日付が国際天文学連合に発見日として認められている。イオと その他のガリレオ衛星の発見は1610年3月の星会の報告で発表された。1614年にシモン・マリウスが出版したムーンディス・ジョビリスの中でマリウスはガリレオの発見より1週間前の1609年にイオとその他のガリレオ衛星を発見したと主張した。ガリレオはこの主張を疑いマリウスのこの著作は盗作であるとして退けた。 マリウスの観測記録は、ユリウス歴の1609年12月29日から始まっており、これはガリレオが用いていたグレゴリオ歴では1610年1月8日に当たる。ガリレオがマリウスより先に発見を発表していることから、ガリレオが発見者として記録されている。イオと月と地球のサイズの比較。シモン・マリウスは、 ガリレオ衛星の発見者とは認められなかったものの、彼がガリレオ衛星に対して提案した名称は採用されている。彼は1614年の出版物、ムーンディス・アイビリス・アンの MDC-9 ディテクタス・オペピア・スパシライ・ベルジョシーの中で、ガリレオ衛星の最も内側のものにいくつかの名前を提案しており、その中には木星の彗星や、 木星の一番目の惑星というものもあった。1613年のヨハネス・ケプラーの助言に基づき、彼はギリシア神話のゼウスや、それに相当するローマ神話のユーピテルの愛人から、名前を与えることを考案した。彼は、木星の最も内側の大衛星に対し、ギリシア神話の登場人物であるイーオーにちなんで、名前を与えた。 マリウスが提案した名前は20世紀中頃までは広く受け入れられていなかった。初期の天文学の文献の多くでは、イオは一般にローマ数字を用いてジュピタ・アイと表記されたり、あるいは木星の一番目の衛星と表記された。なお、同名の小惑星イオも存在する。イオ表面の地形は、イオの神話の人物や場所、様々な神話における火や火山、太陽、 雷の神、そしてダンテの新曲の人物や場所など、その火山性の表面にふさわしい名前が付けられている。ボイジャー1号によって、表面の近接画像が初めて得られて、以降、国際天文学連合は、イオの火山や山、平野や大きなアルベドの特徴に対して、225の名称を承認している。承認されたイオの火山性の地形の中には、 パテラ、フルクトゥス、カツ火山などがある。命名された山、平原、層上の地形、縦上火山は、それぞれ名称に、マンズ、メンサ、プラナム、サラスを含んでいる。明るいアルベドを持つ領域は、レギオという用語が使用されている。命名された地形の例としては、プロメテウス火山、パンタク状大地などがある。日本と関連したものには、日本神話に由来する。 アマテラスパテラ、ヒルコパテラ、スサノオパテラ、マスビフルクトゥス、不動明王に由来するアッチャラフルクトゥス、アイヌの神話に由来するフチ、パテラ、日本語に由来するカミナリパテラ、ライデンパテラ、宣言パテラがある。発見されてから250年ほどの間は、イオは望遠鏡で古東急の点として観測される天体のままであった。十七世紀の間に、イオや、 その他のガリレオ衛星は、軽度の決定する初期の手法、ケプラーの第三法則の検証、木星と地球の間を光が進むのに必要な時間の決定など、様々な目的を果たすために用いられた。天文学者のジョバンニカ・シーニラによって作成された天体歴に基づき、ピエール・シモン・ラプラスは、イオ・エウロパ・ガニメデの共鳴軌道を説明するための数学理論を構築した。 この共鳴は後に、これら3つの衛星の地質に大きな影響を及ぼすことが判明した。19世紀後半から20世紀にかけての望遠鏡技術の進歩により、天文学者は、イオの大規模な表面の特徴を工学的に分解できるようになった。1890年代に、エドワード・エマーソン・バーナードが、イオの赤道領域と極領域の明るさに、 違いがあることを初めて観測した。バーナードと同期の天文学者であるウィリアム・ヘンリー・ピッカリングはイオが卵状の形状をしていると解釈し、バーナードも初めは2つの分離した天体からなると考えていたが、後に2つの領域で色とアルベドが異なることが原因であると正しく解釈した。後の望遠鏡観測でイオの明確な赤茶色の極域と、 紅白色の赤道体が確認された。20世紀中盤の望遠鏡観測では、イオの異様な性質が明らかになり始めた。分光観測からは、他のガリレオ衛星とは異なり、表面に水が全く存在していないことが示唆された。同じ観測では、表面はナトリウム塩と、イオからなる揮発性物質が占めていることが示唆された。電波望遠鏡観測では、 イオの軌道周期と結びついたデカメートル波の波長でのバーストなどに見られるような木星の磁気圏にイオが及ぼす影響も明らかになった。イオを通過した初めての探査機はパイオニア計画のパイオニア10号と11号であり、それぞれ1973年12月3日と1974年12月2日にイオ付近を通過した。 原発遺跡により、イオの質量の推定値が改善され、そのサイズに関する情報からイオが、ガリレオ衛星の中で最大の密度を持つこと、また水氷ではなく主に計算しようの岩石からなることが示唆された。パイオニアはさらに薄い大気の存在と、イオの軌道付近の強い放射線体の存在を明らかにした。両探査機で得られた画像のうち、パイオニア11号に搭載されたカメラによって、 撮影された北極領域の画像のみが良質のものであった。近接画像はパイオニア10号の接近の際にも撮影することが予定されていたが、これらは後方射線環境のせいで失われてしまった。ボイジャー1号によるイオの南極領域のモザイク写真。画像中にはイオで最も標高が高い10の山のうち2つが写っている。上の左端のエビア山脈と下部の ハエムス山脈である。ボイジャー計画による二つの探査機ボイジャー1号と2号が1979年にイオを通過した際は、進化した撮像システムによって、さらに詳細な画像が得られた。ボイジャー1号は1979年3月5日に 2600km の距離を通過した。接近の最中に送信された画像からは、 奇妙な、多色に彩られた衝突クレーターのない風景が明らかになった。最も高い解像度の画像では、奇妙な形状の穴、エベレスト山よりも、高い山々、溶岩流に似た地形を持つ、比較的若い表面が見られた。近接遭遇の直後に、ボイジャーのナビゲーションエンジニアであるリンダ・エイモラ・ビートは、画像の一つに、表面から噴出する噴煙に気がついた。 ボイジャー1号が撮影したその他の画像を解析したところ、表面に散在する同様の噴煙が9つ発見され、イオは活発な火山活動を起こしていることが明らかになった。この結果は、ボイジャー1号の接近の直前に発表された、スタン・ピール、パトリック・キャソンと RT ・レイノルズによる論文の中で予測されていた。ピールらは、イオの内部は、エウロパ。 ガニメデとの軌道共鳴によって引き起こされる大きな超積加熱を経験するということを計算していた。このフライバイで取得されたデータは、イオの表面はイオとに酸化用の霜で覆われていることを示した。これらの化合物は、イオの薄い大気の成分でもあり、またイオの軌道を中心としたプラズマトーラスの成分でもある。 ボイジャー2号は1979年7月9日に113万キロメートルの距離を通過した。ボイジャー1号ほどは接近しなかったものの、両探査機で撮影された画像を比較することで、4ヶ月の間に表面の様子がいくらか変化している様子を見ることができた。さらに、ボイジャー2号が木星系を離れる際に、三日月上に太陽光が当たるようの観測からは、 3月に観測された9つの噴煙のうち7つは1979年7月の段階で活動しており、ペレカ山だけが2機のフライバイの間に活動を停止したことが明らかになった。色を強調したガリレオの画像では、ピラン加工が1997年に起こした大噴火によって形成された暗いスポットが見える。暗いスポットは、 ペレカザによるイオウのタンクサリ動素体による赤いリング模様の一部を覆っている。ガリレオ探査機は地球から6年の歳月をかけて1995年に木星に到達し、ボイジャーの2機の観測や、それ以降に地上から行われた観測による発見の追跡調査を行った。イオは木星の最も強力な放射線体のうちの一つの 中に位置しているため長期にわたる近接フライバイは行われなかったが、木星系を探査する2年間の主要ミッションのための軌道に入る直前に、イオに接近した。1995年12月7日の近接フライバイの際には、画像は撮影しなかったが、内部太陽系の岩石惑星に見られるのに似た大きな鉄の核の発見などの重要な成果が得られた。 接近画像を取得しなかったことやデータの送信に大きな制限を与えた機器の異常などの影響はあったもののガリレオの主要ミッションの間にいくつかの重要な発見がなされたガリレオアピルランカ港での大きな噴火の影響を観測し火山噴火はマグネシウムが豊富な駆鉄質と超駆鉄質岩の計算使用のマグマからなることを確認したイオの遠方からの撮影は 主要ミッション中のほぼすべての軌道で得られ、多数の活発な火山、形状が大きく異なる多数の山、及びボイジャーが観測した時期とガリレオの時期や、ガリレオミッション中でのいくつかの表面の変化の存在が明らかになった。ガリレオのミッションは1997年と2000年の2度にわたって延長された。これらの延長ミッションの最中に、 ガリレオによるイオへの接近は1999年後半に3回、2000年前半、2001年後半に3回、2002年前半に行われた。これらの接近での観測では、イオの火山と山で発生する地質学的プロセスを明らかにし、磁場の存在を否定し、火山活動の規模を示した。2000年12月にはカッシーニが土星に向かう最中に、 木星系に遠方かつ短時間の接近を行い、ガリレオとの共同観測が実現した。これらの観測では、トゥアシュトラ河口における新しい噴煙が明らかになり、イオのオーロラについての知見も得られた。ガリレオとニューホライズンズの観測の8年間における表面の特徴の変化。2003年にガリレオ探査機が計画的に木星大気に突入して、 ミッションが終了した後は、イオの火山活動の新しい観測は、地上望遠鏡から行われた。特に、ハワイのケック望遠鏡での保証工学を用いた、撮像とハップル宇宙望遠鏡での撮像により、天文学者は、イオの活発な火山をモニターすることができた。この撮像観測により、木星付近にまで探査機を送り込まずとも、科学者たちは、 イオの火山活動を監視することができた。ニューホライズンズニューホライズンズは、冥王星とエッジワースカイパーベルトに向かう途上で、2007年2月28日に木星系を通過した。この遭遇の最中に、遠方からのイオの観測が多数行われた。この時の画像の中には、トゥアシュトラ火口における大きな噴煙も含まれており、1979年の ペレ火山の噴煙の観測以来初めてとなる、イオの最大級の火山噴火の詳細な観測が行われた。ニューホライズンズは、ギル火口付近の噴火の初期段階の画像も取得しており、ガリレオの観測以降に発生した、いくつかの火山噴火も捉えている。木星系の探査ミッションには、進行中のものが一つ、間近に迫ったものが一つある。 2011年8月5日に打ち上げられたジュノーは、撮影能力は限られているものの、赤外線、オーロラマッピング装置ジュレムを用いて、イオの火山活動をモニターすることができる。ジュピター IC ムーミークスプローラーは、欧州宇宙機関によって計画されているミッションで、最終的には、ガニメデの周回軌道に入ることが予定されている。ジュースは2022年に打ち上げ、2030年1月に、 木星に到達することが予定されている。ジュースはイオをフライバイする予定はないが、ガニメデ周回軌道へ投入する前の2年間の木星周遊段階では、強角カメラなどの搭載した機器を用いて、イオの火山活動をモニターし、表面素性を測定することが予定されている。イオボル系のオブザーバーは、ディスカバリー計画として提案されている2021年。 打ち上げ予定のミッションである。2026年から開始する木星周回軌道でのミッションにおいて複数回のイオのフライバイを行うことが計画されている。イオ、エウロパとガニメでのラプラス共鳴のアニメーション。イオは木星の中心から42万1 7 0 0トルの距離を公転しており、木星の運頂からの距離は35万キロメートルである。 ガリリオ衛星の中では最も内側を公転しており、軌道はテーバとエウロパの間にある。木星の木星内部衛星群を含むと、内側から5番目の衛星である。木星の周りをおよそ42.5時間かけて一周している。イオはエウロパとに1の平均運動共鳴を起こしており、またガニメデとは4、1の平均運動共鳴を起こしている。 そのため、イオが木星を2周する間にウロッパは1周し、イオが4周する間にガニメデは1周する。この関係はラプラス共鳴と呼ばれる。この共鳴によって、イオの軌道離心率は0.0041に保たれており、地質学的活動を起こす主要な熱源となっている。この強制的な軌道離心率がなければ、イオの軌道は、潮積力によって、円軌道化され、 地質学的に不活発な天体になるだろう。他のガリレオ衛星や月と同様に、イオの時点は、光転周期と同期しており、同じ面を木星に向け続けている。この同期性をもとに、イオの経度計が定義されている。イオの本書四五線は、木星直下点で赤道と交差するように定義、されている。常に、木星を向いている面は、サブ・ジョビアンヘミスフィアと呼ばれ、 反対側はアンチ・ジョビアンヘミスフィアと呼ばれる。常にイオが好転する方向を向いた側はリーディングヘミスフィア。常に好転する方向の逆を向いた側はトレーディングヘミスフィアとして知られている。イオの表面からは木星の視直径は19.5度に見える。これは地球から見た月の見かけの大きさの39倍である。木星の磁気圏とイオに影響される成分の模式図。 プラズマトーラス、中性物質の雲、磁束管磁力線が描かれている。イオは木星の磁気圏を形作る上で重要な役割を果たしている。イオは40万ボルトもの電圧の発電機として働き、300万アンペアの電流を生成し、木星に磁気圏を2倍以上の大きさに膨張させるイオンを放出する。木星の磁気圏は、 イオの薄い大気からのガスとダストを吐き集めており、その量は1秒あたり1トンにも及ぶ。この物質は大部分がイオンか原子状のイオン、酸素と塩素、原子状のナトリウムやカリウム、分子状の二酸化溶とイオン、そして塩化ナトリウムのゴミである。これらの物質は、イオンの火山活動に機嫌を持つものだが、木星の磁気圏に散逸しは星間空間に、やってくる物質は、 イオの大気から直接来るものである。これらの物質は、その電離状態や蘇生に依存するが、最終的に様々な中性物質の雲や、木星磁気圏内の放射線帯に到達し、場合によっては、その後木星系から放出されることもある。表面から、イオ半径の6倍程度の距離までに広がりよう、取り囲んでいるのは、中性のイオ酸素、ナトリウム、カリウム原子の雲である。 これらの粒子は、イオの構層大気に起源を持ち、プラズマガストーラス中のイオンとの衝突によって、冷気され、その他の過程によって、イオのヒル球を満たしている。この物質の一部は、イオの重力を振り切って、木星を周回する軌道に入る。20時間かけて、これらの粒子はイオから拡散して、バナナ型の中性雲を形成し、この構造は、イオの軌道の内側では、 イオの前方に向かって、イオの軌道の外側では、イオの後方に向かって、木星半径の6倍の距離にまで広がる。これらの粒子を冷気する衝突過程は、時々プラズマトーラス中のナトリウムイオンに電子を供給して再結合し、これによって生成された新しい高速の中性粒子はトーラスから除去される。これらの粒子は秒速 70km 程度の速度を得て、 イオから遠ざかるジェットとして放出される。イオはイオプラズマトーラスとして知られる強い放射線体の中を交点している。この電離したイオ、酸素、ナトリウム、塩素のドーナツ型の管にあるプラズマは、イオを取り囲む、雲の中にある中性原子が電離され、木星の磁気圏によって運ばれる際に発生する。中性の雲の中にある粒子とは異なり、これらの粒子は、 木星の磁気圏と境界点し、木星の周りを秒速 74km で公転する。木星事情の他の部分と同様に、プラズマトーラスは木星の赤道面に対して傾いているため、イオは、ある時はプラズマトーラスの中心より上にあり、ある時は下にある。戦術の通りこれらのイオンは高速で高エネルギーで、あるため、イオの大気や広がった中性雲から、 中性原子や分子を除去する働きがある。トーラスは三つの区分から成り立っている。一つ目は、イオの軌道のすぐ外側にある、暖かいトーラスである。二つ目は、リーボンとして知られる、垂直方向に広がった領域で、木星からイオまでの距離に位置しており、中性物質の起源と冷却するプラズマからなる。三つ目は、冷たいトーラスで、木星へ向かって徐々に、 螺線上に落下していく粒子からなる。暖かいトーラス内の粒子は、トーラス内に平均で40日と止まった後に脱出し、木星の異常に大きい磁気圏の部分的な原因となり、外向きの圧力で磁気圏を内部から膨張させている。イオからの粒子は、磁気圏プラズマの変動として検出され、これはニューホライズンズによって、非常に長い磁気圏美として検出された。 プラズマトーラス内の同じような変動を研究するためには、それが放射する紫外線を測定するという方法もある。このような変動は、プラズマトーラス内の物質の究極的な源であるイオの火山活動とは、明確には結びついていないものの中性ナトリウムの雲を介して関連している。探査機ユリシーズが1992年に木星に接近した際、 木星系から放出されるダストサイズの粒子の流れを検出している。離散した流れの中にあるダストは数百キロメートル毎秒以上の速度で木星から遠ざかっており、流形の平均は10メートルで塩化ナトリウムが主成分であった。ガリレオ探査機によるダストの測定では、これらのダストの流れはイオが起源であることが示されたが、どのように形成されたのか。 イオの火山活動が起源なのかあるいは表面から除去された物質が起源なのかについては明らかになっていない。イオを横切っている木星の磁力線は磁束管として知られる電流を生み出してイオの大気及び中性雲もと木星の極域の高層大気を結合している。この電流はイオフットプリントとして知られている木星の極域でのオーロラ発光やイオの大気でのオーロラを生み出している。 このオーロラ相互作用による粒子は可視光の波長で木星の極域を暗く見せる。地球と木星に対するイオとそのオーロラの足跡の位置は地球から見た時の木星電波放射に強い影響を与える。イオが見えている時は木星からの電波は大幅に増加する。現在木星を交点する軌道に入る樹脳ノはこの過程を明らかにする観測を行っている。 イオの電離圏を横切らなかった木製の磁力線も電流を誘導し、イオの内部に誘導事情を生成する。イオの誘導事情は表面から5 0トル下にある部分的に溶融した計算使をマグマの中で発生すると考えられている。同様の誘導事情はガリレオ探査機によって他のガリレオ衛星にも発見されており、これらの衛星内部の液体の水の海で発生している。 イオは地球の衛星である月よりわずかに大きい。平均半径は 1821.3km と月より5%だけ大きく、質量は 8.9319022kg と月より21%重い。わずかに楕円体の形状をしており、長軸を木星の方向に向けている。ガリレオ衛星の中では、 質量、半径は共にガニメデとかリストに劣るものの、エウロパは上回っている。イオの内部蘇生のモデル。イオの主成分は、計算使用の岩石と鉄であり、水の氷と計算使岩石の混合物が、主成分である太陽系遠方の他の衛星とは異なり、全体の蘇生は地球型惑星に近い。イオの密度は3.5275。 グラムマイ立方センチメートルであり、太陽系のどの衛星よりも高密度である。ガリレオ衛星、特に密度がおよそ1.9グラムマイ立方センチメートルであるガニメデとカリストと比べると際立って高い。また月の密度である3.344グラムマイ立方センチメートルをわずかに上回る。ボイジャーとガリレオによる世の質量、半径、酔え。 極重力係数の測定に基づくモデルでは、内部は岩石豊富な地殻とマントル、鉄もしくは硫化鉄が豊富な核に分化していることが示唆されている。イオの金属核は質量のおよそ20%を占める。核に含まれるイオの量に依存するが、核がほとんど鉄でできていた場合は、 半径が350から6 5 0トル、鉄とイオウの混合物でできていた場合は550から9 0 0トルと推定されている。ガリレオの磁気センサでは内部のイオの固有磁場を検出することができず、核は対流を起こしていないことが示唆された。しかしその後のデータの再解析では磁場があることが示されている。硫黄の内部蘇成のモデルでは、 マントルは少なくとも75%がマグネシウム豊富な駆動観覧石でできており、全体の素性は L 型普通コンドライトや LL 型普通コンドライトの隕石と似ていることが示唆されている。形相に対する鉄の量は月や地球よりは大きいが、火星よりは小さい。イオで観測された熱流を説明するためイオのマントルは10から20%が溶けていると考えられるが、 高温の火山活動が観測されている領域では、溶融率は高い可能性がある。しかし2009年に行われたガリレオ探査機の次期センサーデータの再解析では、イオに誘導事情が存在することが明らかになり、これを説明するためには、表面から 50km 下にマグマオーシャンが存在している必要がある。2011年に発表されたさらなる解析では、 このようなマグマオーシャンの直接証拠が得られた。この層は厚さ5 0トルでイオのマントルのおよそ10%を占めると推定されている。マグマオーシャンの温度は摂取1200度に達すると推定されている。イオのマントルの10から20%が部分的に溶融しているということがマグマオーシャンにおける溶融した計算使用の必要量と矛盾しないかどうかは分かっていない。 原武岩とイオの火山活動によるイオの堆積物からなるイオのリソスフェアは少なくとも1 2トルの厚みを持ち、また4 0トルよりは薄い。放射性同位体の崩壊熱が主な内部熱源である地球や月とは異なり、イオの主要な熱源は超積散逸であり、これはエウロパとガニメデとの軌道共鳴の結果である。この加熱はイオの木星からの距離、 気通り真率、内部蘇生と物理的な状態に依存する。エウロパとガニメデトのラプラス共鳴は、イオの軌道が、潮積三逸によって、完全に、延期動化されるのを防ぎ、気通り真率の値を維持している。この共鳴は、イオと木星の距離を維持するのも助けている。共鳴が存在しなければ、イオに働く木星の潮積力によって、イオは徐々に、外側に移動してしまうであろう。 イオの潮汐バルジの垂直方向長さはイオが近点と遠点にいる時では最大で100メートルほど変化する。この変化する潮汐力によってイオの内部では摩擦や潮汐散逸が発生しイオの内部に大きな潮汐化熱をもたらしイオのマントルと核の大部分を溶融させる。共鳴がなかった場合はこの潮汐散逸は軌道離心率を減少させ 円軌道にするように働くことになる。潮積化熱によって生み出されるエネルギーは放射性物質の崩壊のみで生み出されるエネルギーの最大で200倍になる。この熱は火山活動という形で解放され、測定されている高い熱輸送を生み出す。イオの軌道モデルは、イオ内部での潮積化熱の量は時間とともに変化していることを示唆している。 しかし現在の潮汐散逸の量は観測されている熱流量とは矛盾しない。潮汐加熱と大流のモデルでは、潮汐エネルギー散逸と地表へのマントル大流の熱を同時に説明できるような衛星の粘性分布を見つけることができていない。木星とその衛星エウロパからの引力による、 超赤化熱が、イオに見られる多くの火山の熱源になっているという点については広く受け入れられているものの、火山は、超赤化熱で予測される位置には存在しておらず、東に30から60度ずれている。タイラーらによる2015年の論文では、この東へのずれは地下にある、溶けた岩石の海によって引き起こされている、可能性が示唆された。このマグマの動きが、 マグマの粘土による摩擦を介して、さらなる熱を生成する。論文の著者らは、この地下の海は溶けた岩石と固体の岩石の混合物であると考えている。太陽系内の他の衛星も、超積加熱を受けており、同様に地下のマグマや水の海の摩擦を介して、熱を生成していると思われる。内部海で熱を生み出すことのできる、このメカニズムは、 エウロパやエンケラルスのような天体における生命の可能性を高めると考えられる。イオの表面メディアを再生するイオ表面の回転画像。大きな赤いリングはペレ火山を取り囲んでいる。太古からの月や火星、水星の表面についての経験に基づき、科学者はロイジャー1号の観測でイオの表面にも多数の衝突クレーターが発見されると期待していた。 イオの表面のクレーター密度からは、イオの年齢についての情報を得ることができる。しかし実際の表面は衝突クレーターが、ほとんど完全に見られず、代わりに見られたのは高い山が点在する、滑らかな平原、様々な形や大きさをした穴、火山性の溶岩流で覆われた表面であり、科学者たちは驚かされた。 それまでに観測されていたほとんどの天体と比較すると、イオの表面は多様な溶化合物からなる色彩に、飛んだ物質によって覆われており、その見と目は腐ったオレンジやピーザと比較された。クレーターがほとんど存在しないということは、イオの表面は地球と同様に地質学的に若いということを意味している。つまり、クレーターが形成されるそばから、火山物質が埋めてしまうのである。 この結果は、ボイジャー1号によって少なくとも9つの活火山が観測されたことにより、見事に確認された。表面素性イオの色彩豊かな見た目は、その大規模な火山活動による奇跡などの、計算需要岩石、イオ、二酸化硬などの物質の堆積の結果である。二酸化王からなる霜は、イオの表面に普遍的に存在しており、白や灰色で覆われた広大な領域を、 形成している。硫黄も同様に、硫黄の大部分で見られ、黄色や黄緑色の領域を形成している。中緯度や極域に堆積した硫黄はしばしば放射線によって損傷され、通常は安定な鉢硫黄を破壊する。これにより硫黄の赤茶色の極域の模様が生成される。硫黄の地質図爆発的な火山活動はしばしば、傘状の噴煙を作り、表面を 硫黄や計算子を含む物質で彩る。硫黄表面に堆積する噴煙は、噴煙中に存在する用途に酸化用の量に依存して赤や白を示す。一般的に脱ガスする溶岩からの加工で形成される噴煙は、大量の S2 を含んでおり、赤い線状の堆積物を残す。あるいは極端な場合は、しばしば中央加工から 450km にも、 達するような大きな赤いリングを形成する。赤いリングの噴煙堆積物の顕著な例は、ペレ火山に見られる。この赤い堆積物は主に3鎖と4鎖の溶分子、二酸化黄からなっており、あるいは塩化するフリルも含んでいる、可能性がある。計算上岩石の溶岩流の円に形成された、噴煙は、溶岩と既存のよう、二酸化黄の堆積物との相互作用によって白化。 灰色の堆積物を生成する。イオの蘇生の地図とイオが高い密度を持つという事実から、イオは微量の水しか含んでいないか、あるいは水を含まない蘇生であることが示唆される。ただし氷や岩水鉱物の小さな穴は暫定的に発見されており、代表的なものはギシュバル加工の北西斜面に存在している。イオは太陽系の基地の天体の中では最も水の、 岩有量が少ない天体である。この水の少なさは、木星は太陽系の形成と進化の初期段階では、イオ付近から揮発性物質を失わせるのに十分な高温であったが、さらに遠方まで失わせることはできなかったことが原因であると考えられる。火山活動火山領域とアシュトラ加工の活発な溶岩流。画像は、 ガリレオ探査機によって1999年11月と2000年2月に撮影された。強制されたイオの軌道離心率によって生み出される超汐化熱によりイオは数百もの火山と広大な溶岩流を持った太陽系の中でも最も火山活動が活発な天体となっている。大きな噴火の最中は溶岩流は 数十キロメートルから数百キロメートルに達することもあり、この溶岩はマグネシウムが豊富なく鉄質や超空鉄質岩を含む玄武岩からなる。この活動の副産物として、硫黄に3回オガスと灰のような火山砕雪岩が宇宙空間に最大で200キロメートルの高さにまで吹き上げられる。これにより傘状の噴煙が生成され、周囲の地形を赤や黒、 白で彩られ、イオの不完全な大気や木星の磁気圏に物質が供給されている。イオの表面はパテラエとして知られる火山性オーチが点在しており、そのオーチは一般的には平坦な底部とそれを区切る急な壁から成り立っている。この地形は地球におけるカルデラに似ているが、地球のものと同様に空洞になったマグマだまりが陥没することで形成されているのか。 どうかは分かっていない。ある仮説では、これらの地形は火山の土台部分が露出することによって形成され、上にあった物質は吹き飛ばされたか土台と一体か、下かのどちらかであるとしている。この過程の様々な段階のパテラエは、着かましトリ領域のガリレオ探査機を用いて観測されている。地球と火星における同様の地形とは異なり、 これらの王うは一般に縦状火山の頂上には見られず、また平均直径が 41km と大きなサイズを持つ。最も大きなものは直径 202km のロキ加工である。ロキ加工は色で最も強力な火山であり、イオ全体の熱出力に対して平均で25%の割合を占めている。形成メカニズムが何であれ 多くの河口の形態と分布はこれらの地形は構造的に制御されていることを示唆し、少なくとも半分は断層や山によって区切られている。これらの地形はしばしば火山噴火の場所となり、ギシュバル河口で2001年に見られた噴火のようなパテラへの底部を広がるような溶岩流を発生させたり、あるいは溶岩湖を形成したりする。イオの溶岩湖にはペレ加口のように常に 溶岩の外皮が入れ替わっているものや、露気加工のように散発的に入れ替わっているものがある。ニューホライズンズンが撮影した画像では、イオのトゥワシュトラ加工から高さ 330km にまで噴出する物質が発見された。ジュノーが2018年12月21日に撮影した明暗境界線付近の噴煙。溶岩流は、イオの別の火山性地形も生み出す。 河口の噴出口から表面に噴出したマグマや割れ目から平原に流出したマグマはハワイのキラウエア火山で見られるような膨張し混合した溶岩流を生み出す。ガリレオ探査機が撮影した画像でプロメテウス火山やアミラニ火山で発生しているようなイオの大きな溶岩流の大部分は古い溶岩流の上における小さな溶岩の流出によって生成されていることが明らかになっている。 大きな溶岩流の発生も、イオで観測されている。例えば、プロメテウス火山の溶岩流の最先端は、1979年のボイジャーの観測と1996年のガリレオの、初めての観測の間で75から9 5トル移動している。1997年に発生した大噴火では面積にして3500。 平方キロメートルもの新鮮な溶岩が噴出し、隣接するピッラン河口の底部が溶岩で氾濫した。ボイジャーの画像の分析から、科学者たちはこれらの溶岩流は、主に様々な溶融した硫様化合物からなると考えた。しかし、その後の地上からの赤外線観測とガリレオ探査機による測定では、これらの溶岩流は、鉄質や超鉄室岩を含む玄武岩が、 主成分であるこ,とが示唆されたこの仮説は、イオのホットスポットと呼ばれる熱放射をしている場所における温度測定の結果に基づいている。それによると、ホットスポットの温度は少なくとも 1300K であり、場所によっては 1600K に達することもある。噴火の温度は、初期の推定では 2000K に達することが示唆されていたが、これは後に、 温度モデルに誤った熱モデルを用いたことによる過大評価であることが示された。ペレ加工とロキ加工での噴煙の発見は、イオが地質学的に活発であることを示した初めてのサインであった。一般的にこれらの噴煙は、イオの火山からイオや二酸化用のような気発性物質が上空へ向かって秒速 1km に達する速度で噴出された時に形成され、 ガスとゴミによる傘状の雲を形成する。これらの火山の噴煙中に発見される可能性のある物質としてナトリウム、カリウムや塩素がある。これらの噴煙は二つの可能性のうち一つの方法で形成されるように思われる。ペレ加工から噴出しているようなイオの最大級の噴煙は溶解した用途に酸化用ガスが火山の噴出口や 溶岩湖から噴出するマグマから解放される際に発生し、しばしば計算しよの火山採設物が共に引きずられて噴出する。これらの噴煙はタンクサリ用による赤と計算しよの火山採設物による黒の堆積物を表面に形成する。このようにして発生した噴煙はイオで観測された最大級のものになり、直径 1000km を超える赤いリング状の模様を 形成する。この形態の噴煙は、例えば、ペレ加工、トゥアシュトラ加工、ダジボーグ加工で見られる。別の形態の噴煙は、侵入する溶岩流がその下にある二酸化硫の霜を蒸発させた時に発生し、硫黄を上空へ送り出す。この形態の噴煙は、しばしば二酸化硫からなる明るい炎上の堆積物を生成する。 これらの噴煙の高度は1 0 0トルを下回るものが多く、イオにおいて最も長寿命の噴煙である。プロメテウス火山、アミラニ火山、マスビ火山で見られる噴煙がこの例である。噴出したイオオカゴーブツは、イオの上部近くからリソスフェアのより深いところでのイオ溶カイ度が減少するところに濃集しており、ホットスポットの噴火様式を決定する要因となる。 山地ガリレオによる高さ 5.4km のトヒル山のグレースケール、画像、イウは100から150の山を持つ。これらの構造は高さは平均で 6km、最も高いものはボーサウレ山脈の南の17.5プラスマイナス1.5である。山地はしばしば長く連なり、平均で 157km の長さに達する。 また地球で見られるものとは異なり、全球的なテクトニクスの特徴は見られず孤立した構造をしている。これらの産地の途方もない地形を支えるためには、異様ではなく主に計算上岩石からなる蘇生が必要である。イオに独特な外観を与えている大規模な火山活動があるにもかかわらず、産地のほとんどすべてはテクトニックな構造をしており、 火山によって形成されたものではない。その代わりに、イオの大部分の産地は、リソスフェアテーブにおける圧縮応力の結果として形成されたものであり、症状断層によって、イオの近くの塊を隆起させ傾けている。産地の形成を起こす圧縮応力は、火山物質の継続的な埋没による地盤沈下の結果として発生する。産地の全球的な分布は、 火山構造の分布とは対照的である。つまり、産地は火山が少ない領域に多く、逆に火山は産地が少ない領域に多い。このことは、イオのリソスフェアの大規模な領域で、産地の形成を起こす圧縮と、加工を形成する身長が支配的であることを示唆している。しかし局所的には、産地と加工が互いに隣接している場合もあり、 マグマはしばしば地表に到達するために、産地の形成中に生まれた断層を通って、噴出していることを示唆している。イオの産地は様々な形態を見せる。大地が最も一般的な形態である。これらの構造は、起伏の大きな表面を持つ、大きく頂上が平坦なメサに似ている。他の産地は傾斜した地殻の塊のように見え、かつては平らな表面であった。 緩やかな斜面と圧縮応力によって流気したかつての地下の物質からなる急斜面を伴う。どちらの形態の産地もしばしば一つ以上の円に沿って急な断崖を持っている。産地の内火山活動に危険を持つものはごく一部である。このようなタイプの産地は小規模な縦状火山に似ており、中央の小さいカルデラの付近の急斜面と円に沿った 緩やかな斜面を持つ。これらの火山性の産地はイオにおける平均的な産地よりも小さいものが多く、平均の高さはわずか1から2キロメートル幅は40から6 0トルである。さらに緩やかな斜面を持つ、その他の縦状火山の存在がいくつかのイオの火山の形態から推論されており、その例がラーカ工のような中央の火口から薄い溶岩流が、 流出している地形である。ほとんどすべての産地は劣化している段階にあるように思われる。イオの産地の基盤部分では大規模な地滑り堆積物が後半に見られており、物質移動が産地の劣化の主要な形態であることを示唆している。イオのメサと大地では波打った形状の円が一般的に見られ、これはイオの近くからの二酸化黄による掘り起こしにより、 産地の縁に沿って脆弱な領域ができているためである。イオの高層大気でのオーロラの発光色の違いは、大気の異なる成分からの放射を表している。画像はイオが食の最中に撮影されたものである。イオは極めて薄い大気を持っている。主成分は二酸化用で、微量成分として一酸化用、塩化ナトリウム、硫黄原子と酸素を含む。大気は、 1>, 1日の時間や井戸、火山活動、表面の霜の存在量によって、密度と温度が共に大きく変化する。イオにおける、大気圧の最大値は3.35から30、4パスカルであり、空間的には、イオの木星の反対側の半球と赤道に沿った、領域、時間的には、表面の霜の温度が最も高くなる昼下がりが最も大気圧が大きい。 火山の噴煙における局所的な最大値も見られ、これは54から43パスカルになる。イオの大気圧は、イオの夜面で最も低くなり、0 1 1 7から17パスカルにまで低下する。イオの大気温度の範囲は、低いものでは二酸化用が、表面の下と蒸気圧平行になる温度から、高いものでは大気構層で、大気密度が低く。 イオのプラズマトーラスからの加熱とイオの磁束間からのジュール加熱によって1800系に達するような場合まで様々である。この低圧の影響で夜側では大気の影響は表面付近に限定される。ただし霜の多い領域から少ない領域へに酸化用が一時的に再分配される場合や、 噴煙の物質が昼川の厚い大気に再突入した際の噴煙堆積物のサイズの拡大は例外である。イオの大気は非常に薄いため、イオを探査するための将来のあらゆる着陸機はエアロシェル型の熱シールドに入れる必要はないが、その代わりに難着陸するためには逆噴射スラスタが必要である。また放射線を減衰させる厚い大気がないため、着陸機は 強い木星放射線に耐えられるような頑丈さが必要とされる。イオの大気中のガスは木星の磁気圏によって剥ぎ取られ、イオを取り囲む中性粒子の雲へと散逸するか、またはイオの軌道上にあるが木星の磁気圏と境界点するイオン化された粒子の間であるイオのプラズマトーラスへと散逸する。このプロセスによって1秒あたりおよそ1トンもの大気がイオから持ち去られているため、 大気は常に補充されているはずである。二酸化硫の最も重要な起源は火山の噴煙であり、平均で1秒あたり 104kg ものに三化硫を大気中に放出するが、その大部分は再び表面に凝縮する。イオの大気中の二酸化硫の大部分は表面に凍りついた二酸化硫の太陽光による消化によって維持されている。昼側の大気の大部分は表面が 最も暖かく最も活動的な火山の噴煙が存在する赤道から40度以内に限られている。大気の大部分が消化によって生み出されているという考えは、二酸化王の霜が最も多い木星の反対側の半球で、イオの大気が最も高密度になるという観測事実と一致し、またイオが太陽に近いほど密度が高いという観測事実とも一致する。しかし、 火山の噴出口付近で観測された最も高い大気密度を説明するためには火山の噴煙からの寄与も必要である。大気中の二酸化用の密度は表面温度と直接関係しているため夜の間もしくはイオが木星の影に入っている間はイオの大気は部分的に崩壊する。木星による日食の際の大気崩壊は大気下部に一酸化用の核酸素が形成される。 ことによって、いくらか抑えられるものの、イオの夜側での大気圧はイオでの南中過ぎにおける、最大気圧時よりも2から4桁も小さくなる。塩化ナトリウム、一酸化溶、酸素原子やイオン原子といった、イオの大気の微量成分の起源は、火山の脱ガス、太陽の紫外線放射による二酸化溶の、光回りや化学分解。 木星の磁気圏からの家電粒子による表面堆積物のスパッタリングである。様々な科学者によって、イオが木星の影を通過する際に、イオの大気が表面に溶化するという仮説が提唱されてきた。これの証拠は、食後の造光であり、食の直後は表面が霜で覆われているために衛星がわずかに明るく見えるというものである。およそ15分で、 明るさは通常時に戻るが、これは、消化によって、霜が消失したためと考えられる。食直後の増光は、地上望遠鏡からの観測のほかに、カッシーニに搭載された機器を用いて、近赤外線波長でも観測された。2013年には、ジェミニ天文台での観測によって、木星による食の最中の2、3回を大気の崩壊と、 食の直後の大気の再形成が直接測定され、この現象の存在がさらに支持されることとなった。イオが木星による食を経験している最中の高分解能の殺像観測からオーロラ状の発光の存在が明らかになっている。地球でのオーロラと同様に大気に粒子放射線が衝突することによって発生しているが、イオの場合は家電粒子は 太陽風起源ではなく木星の磁場から来たものである。オーロラは通常惑星の磁極周辺で発生するが、イオのオーロラの場合は赤道周辺が最も明るい。イオは自身の固有磁場を持っていない。そのため木星の磁場に沿って移動する電子はイオの大気に直接衝突する。磁力線がイオに垂直になる場所ではイオの大気を電子が通過する経路が 最も長くなるためより多くの電子が大気に衝突し最も明るいオーロラを生み出す。イオと磁力線が垂直に交わる部分で発生するオーロラは木星の傾いた磁気層曲子の向きが変化するのに伴って揺れ動くのが観測されている。イオの周縁に沿った酸素原子からの微かなオーロラとイオの夜側でのナトリウム原子によるオーロラも同じく観測されている。 ありがとうございます。